明けまして、おめでとうございます。ねえ、僕たちは手伝わなくて大丈夫。はい、食事の準備は私たちに任せてください。あんたたちは不器用なんだからそこで喋ってて。ねえ、せっかちゃん、これを入れたらいいんだよね。あは、それは片栗粉よ、塩はそっち。これ、それはパン粉、あんたもパトたちと喋ってなさい。う、台所追い出されちゃった。まあまあ、大岡も俺たちと一緒にゆっくりしようよ。そうだぞ、俺なんてお客なのに何もしないから気まずくてな。お客なんだからゆっくりしてていいんだよ。でもなんでパトも待機組なの？メリアがご主人は台所に立ってはいけない、って言われた。僕、そんなに料理に関して信用ないのかな？料理したことあるの？ないよ。だからだろ。なんだよ、じゃあ要は作れるの？俺は自給自足の時期が長かったからな、問題ないぜ。どんな料理が得意なの？動物の丸焼き。お前はモンスターハンターか。バカ仕事上仕方なかったんだ。いつ毒をもられるかわからない世界で生きるためには野生の動物を飼って食べた方が安心だ。嫌な世界だよね、給料とかなかったの。あったが、全部交通費で消えてたな。その日仕事終わったら、次の日には地球の反対側の国に行け、って言われてたしな。ブラックだな、さすが悪の組織。幻想郷に出張になった時はどうやって行くか、かなり調べたな。世界が違うからね。その時はどうしてたの？飼った動物の干し肉を携帯してた。うん、言わして。いくらなんでもそれは疑いすぎだったと思うよ。普通にスーパーで買えばよかったのに。交通費で金がない。せめて出してやれよ、人気連。上部の奴ら基準で動いてるからな、底辺はきつかった。そうなのか。うん、今日はいっぱい食べてね、カナメン。なんで俺は同情されてんだ。いいだろ。メリアちゃん、そっちはどう？大丈夫ですよ、もうすぐ終わりますよ。よし、それじゃあもう少しで完成だね。早いものですね。もうこの正月も3回目ですよ。ここまで続いてるのが本当に奇跡よ。最初はどうなるかと思ったけどね。ふふ、今年もよろしくね、せっかちゃん。うん、こちらこそ、メリアちゃん。それじゃあみんなに運んでもらおうか。そうですね。パトー、オーカー、食べ物できたから机まで持って行って。はい。それじゃあ食べたら新年の挨拶をしようか。そうですね。ということで皆さん、明けまして。おめでとうございます。2019年もなんとか皆さんの応援のおかげでなんとか乗り切り、そして2020を迎えることができました。2019年ではオリジナルキャラクターの制作、Twitter での視聴者とのコミュニティ、新ストーリーと去年の課題に向けて僕なりの形で目標を達成していけたと思っております。そうだね、でもやはり色々良くないことも起きました。でも、そんな時も視聴者様が私たちのためにたくさん助けてくれたこと、今でもすごく心から感謝しております。このパトパトチャンネルは僕たちだけでは成立しない、視聴者様のご協力で、今までより良いチャンネルでいられたんだと再認識できた年でもありましたね。そうね、投稿者と視聴者の関係ってすごく大事だよね。だから僕は目先の人気を気にせず、気ままに活動することができました。そして今年、2020年ではより一層、成長していきたいと心から強く思っています。それで今年の目標をここで発表するんだよね。うん、今年のパトパトチャンネルの目標は、パトパトにしかできないこと、他の誰かが真似できない、唯一無二のチャンネルにする。大きく出たわね。今は新しいことをやってもみんなそれを参考にしてすぐに目新しさがなくなる時代。バーチャルだって最初の目新しさはすごかったけど、すぐに人が増えて目新しさがなくなったよね。斬新なネタだって、他の人がすぐに真似とか参考にしてすぐにネタが風化していく時代だからね。だからこそ、僕たちは、他の人ができない唯一無二を作りたい、作らないといけないところまで来たんだ、って思っています。ちなみに案はあるの？ある、でも今年中にできるかはわからない。唯一無二だからね、そう簡単にはできないよね。でも絶対に成し遂げる、僕は誰も真似できないことをやってゆっくりで頑張りたいんです。頑張ろう、みんなで。協力するよ。うん、だから2020年、パトパトの応援よろしくお願いします。よし、決意表明終わったね。それじゃあみんなのところに戻ろうよ。ちょっと、せっかくかっこよく締めたんだから、空気読みなさいよ。まあまあ、でもそうだよね。僕たちが一番に楽しまないとみんな楽しめないよ。おうか、みんなのところに行こう。うん。ちょっと二人とも、待ってよ。次は RV からバンドリ実況です。動画はそのままだよ。最後に私たちの出番があるからね。
待ってはい、皆さんこんにちは、パトロチャンネルのパトです。はい、これはもう撮影してる時は31日なんだけど、まあ多分投稿してる時は新年迎えてるということで、明けましておめでとうございます。はい、今回ね、バンドリで、まあ、ドリフェスガチャが出たということで、この私パトかなり力を入れました。はい、見てこの所持スター、優勝14,555スター。無償6,390。結構貯めたでしょ。無償はね、最近欲しいものが特になかったからね、とりあえず貯めてたんだよね。で、優勝に関してはちょっと本気出したね。ちょっとね、今、スターがちょっと安くなってたからね、まあ、全部購入しました。とりあえず。で、今回はガチャをしようと思います。まあ、定番だよね。で、まず一番最初にやるのが、まあこれはもう星4確定してるから、自分の心的なもので最後にしようと思います。うん、2500ね。オッケーオッケー。で、まず最初にやるのは、このドリームフェスティバル。まあ2020年のドリームフェスティバルスペシャルセット10回ガチャ。これをあと3回やります。おぉ、これで6000ガチャ消えるかな。で、次、で、それを置いといて、次が、10回連続ガチャかな。これを2回できるのかな。2回やって、で、最後、こいつ、10回、まあ、星4確定ガチャ。この、まあ、言ったら60連ガチャを、今から実況でやっていきたいと思います。本当にね、運だから、これ、ダメだったらすごいしょうもない動画になりますね。いやー、まあ、ちょっとね、今回なんで、RV の方にしたかというと、まあ、RV か、ちょっと、気分によってはメインの方にあげるかもしれないけど、いやね、そんな時間がなかったということです。時間ないんだよね。今もうこれ編集中に、そういえば今日ドリフェスだったなと思って開けたら、ちょっとやる気出たって感じなんだよ。はい。ということでね、まあ話すのもなんだから、早速やっていこうか。はい。まずこいつ。スペシャルセット10回ガチャ。あと3回。よし。じゃあまず1回目、やっていきたいと思います。ちなみにね、俺が欲しいと思ってるのが、これだね。リンリン。広がりリンコ。この子欲しい。すっごい欲しい。いや、これ、すごいよね。7秒間パーフェクトの時のスコアが 115% アップ。強いよね。いや、ミッシェルも強いんだけどね。あー、でもランちゃんも欲しいな。でもランちゃんのスキルが回復か。回復スキルはちょっと微妙だけど、だな。まあ、キャラ的に欲しいのはランちゃんと、で、スキル的に欲しいのはリンリンかな。アリサは強いけど、ポピパは俺あんまり揃ってないからな。まあ、それ言ったらロゼリアに関しては全然だけど。ミッシェルも欲しいな。でもミッシェルも欲しい。この3体にどれか当たったらいいかな。よし。まず1回目行こっか。はい。じゃあ1回目行きます。あ、ドキドキする。当たるかな、当たってほしい。来なかった。いや、待て。諦めような。この場合でも星が来る可能性はゼロじゃない。はい。まず行ってみよう。はい、違いますね。まあ、もうテンポよく行きましょう。60連なんでね。うん、3。で、3回目。はい、4回目。はい、モカちゃんね。5番目。はい、6回目。おほほほ。やばいな。お姉さんがいるのっていいですね。星3が3つか。星3が1つ、あ、3つかと星3が1つか。で、8個目。9個目。さあ、ここで、奇跡は起きるかもしれないからね、まだ。あ、まあ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 、まあ。やべえ、テンション上がるわ。まあ、予想してた通りか。奇跡は起きなかったということです。はい。まあまあ、最初はね、まあこんなもんでしょう。
まあこういう、まあ、心のケアも含めて最後の星4確定を置いてるからね。じゃあ2回目いきたいと思います。はい、2回目ゴー。よし、頼みます。お、ゆっくり、結構ゆっくりだね。いけるか、いけるか、来るか、来るか、来てない、来てない、やばいぞ。新年まだこの撮ってる時は迎えてないけど、これ結構きついぞ。いや、ここ最近ね、俺全然星4来てないんだよね。この前のドリフェス、あの12月あったかな、あと12月頭にあったあのやつも結局来なかったんだよね、一個も。だから俺もちょっと相当だって、あの時に70連80連して結局来なかったからね。最近ちょっと厳しくなってんのかな、それとも俺の日頃の行いが悪いのかな。これ15だったっけ。これで15回目、16回目で、次17回目で、18回目で星さん。もらっちゃった。リンゴ、もらっちゃった。なんだ、俺がやったらなんかダメだ。あ、これ20回目だった。全然数えてなかったから分かんなかった。とりあえず、まあ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 、まあ最初の方から来てほしいけどね。動画をネタ的にはいいかもしれないけど、来てほしいね。はい、あと1回いきます。シャット。あ、ダメだ。早い。めちゃくちゃ早い。あ、嘘でしょ。来なかったよ。やばい。はい。はい。32、22、23、24、25、26。全然来ねえな。全然来ねえぞ、おい。27、28、20、うっそー、ほんとにやばくねこれ。同じリンゴもらっちゃった、まただな。あー、つらい。はい、まずね、優勝ガチャのやつはこういうことになりましたね。まあ、辛いね。とりあえずどうしようか。じゃあちょっとここで無償の方行っちゃおうか。無償の方で、まあドリフェス行きます。こっちも来てほしいんだけどね。来ない。なぜだ。いや、全然来ないね。持ってるな、多分。星さんはいっぱい来るんだけどな、星さんが来ないな、これ。やばいな、これ。これ、びっくりすぎや、来ないね。3個目だ。3個目のリンゴもらっちゃいました。3個目のリンゴもらったよ。どうしよう。あ、やばいな、リンゴだらけだ。リンゴもらっちゃった。リンゴもらっちゃった。すごいな。嘘だろ。これある、逆にミラクルじゃね。これミラクルじゃね。3回もリンゴもらっちゃったんだけど。嘘だろ。あ、オッケー押しちゃった。あ、んじゃ。いや、すごいね。星4は来なかったけど、3回もリンゴもらっちゃって来る。スリーカードだよ、ポーカーで言ったら。すげえ。いや、なかなかできないゲート押しちゃった。ミラクル起こしちゃった。はい、じゃあ次、じゃあもう一回いきます。いけるかな、届くかな。起きた、来ました、星4確定。待ってました。ただここで問題なのが、かぶったら意味がないんだよね。ここでドリフェスが来るか、限定のキャラクターが来るかどうかなんだよね。まあ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 、まあ、いいんだよ。10体中1体でも出たら俺はすごい喜ぶ。はい、3人目、はい、4人目、5人目、
リンゴ犬の果実6個目かぶりすぎだろ。おい、ちょっと運営さん、ちょっと割り振りおかしいんじゃないのこれ。リンゴもらっちゃったの、カリンが何パーセントこれ大丈夫か。あっちゃ、一緒に頑張って絶対イベント成功させましょうね。持ってた気がする。あー、やっぱかぶってた、つらい、かぶってた。掛け声これでどうかな。これも持ってんな、ほとんど持ってんな。かぶった、かぶったな。っていうかやばいな、どんだけリンゴもらってんだ俺。はい、じゃあね、最後、まあちょっと心のケア、いやほんと心のケアになったよこれ。はい、でもここで来なかったら、でもこれ星4確定限定メンバーだからドリフェスとはちょっと違うんだよね。まあでもいいや、ここで俺が持ってないキャラクターが出たら俺の勝ちです。まあこれ、ただ出てこなかったら俺の負けです。はい、行きましょう。はい、これがラストだね。じゃあ行きます、ラスト60連目。えい、いや、ここで奇跡起きてほしいね、大逆転欲しい。まあ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 、じゃあ行きましょう。はい、おお、あ、やばいね。まあ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 。まあまあ、ここまではね、みんなが見る光景だよ。普通によく見る光景。OK、OK、OK。俺の心が大丈夫か。あと4。大丈夫。あと3。いや、一人でも来たらいいんだよ。一人だけでも来たら、俺は喜ぶ。あ、みんな、見てろよ。ここで俺は勝つか負けるかが決まるから。これ多分持ってない、持ってない、来たー、持ってないよこれ。今これ限定じゃ、ハロウィンイベントの限定じゃないかなこれ、確か、確かそうだったよねこれ。え、違うかったっけ。まあちょっと忘れたけど、はい、まあ最後ニューが来た、ココロンが来たから俺はもう勝ち組です。前までさっきの50連あのカノンさんのリンゴもらっちゃったから6回か7回か来たけど、それは知らないということだよはい、ということでね、まあスターは余ってるけど、まあ今回これだけにしよっか。はい、今回はね、こういう結果になりました。皆さんはどうでしたか。いや、まあだいたい学生の人はまあここまで弾けないと思うけど、まあ社会人の人で、まあ、バンドリ好きがいたら、まあ、バンドリーマーの人がいたら、またちょっとツイッターとかでもね、まあ、確認、まあ見させてもらいたいなと思っております。いやー、ほんと今回もまあ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 、60連中2つ来たらいいのかないや、カノンさんのリンゴもらっちゃったがもう頭から離れねえんだよな。はい、ということでね、まあ、今回はここまでにしたいと思います。まあ、この新年もね、またパトパトチャンネル、で、パトパトチャンネル RV、ロカロカチャンネル、この3つ。まあちょっとロカロコチャンネルはまたちょっとペース落ちると思うけど、まあ RV もほとんど自分の趣味の世界だから、まあちょっと頻度は微妙だけどね。まあこの3つもまあこれからも頑張っていきたいと思いますので、まあ今年もよろしくお願いいたします。はい。ということでね、このまあゲーム実況終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご主人、こんなところで寝てると風邪ひきますよ。もう、仕方ありませんね。ねえ、聞こえる？ごめんね、私だけ先に出ちゃって。でもあと少しだけ待ってて。あと少し時間が経てば、あなたをご主人の体内から出すことができる。慌ててないよ、メリアさん。かな、元気そうだね。うん、虫の中にいて退屈したことなんて一度もないよ。あら、ならずっとご主人の中に入ってる。それはちょっときついな。これでも私は主人の王勇の娘だよ。その私が、このまま主の力になれないまま体内にいるのは苦痛だよ。ずっと言ってたもんね、主の力になりたいって。だからメリアさん、絶対に私を主から出してね。無能のまま終わりたくないよ。わかった、待っててね。メリア、今誰かと話してた。いいえ、私の独り言ですよ。そう？寒い。部屋に戻りましょう。暖房を効かせてますので。ここのエアコンもそろそろ直さないとな。
またニトリちゃんにお願いしておきますね。待っててね、かなちゃん。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。